皆さん、こんにちは。戦国無双4の9回目の放送となります。今回は、中国の将の第1話、厳島の戦いをプレイします。いろいろとレベルの低い動画ではありますが、一生懸命プレイしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第9夜、開幕です。ではやっていきたいと思います。無双演武やっていこう。一人プレイ。で、どこやるかというと、ここ、中国の将やりたいと思います。厳島合戦、難易度1です。じゃあ、これやっていこうかな。じゃあ、難易度は普通で。ワクワク、ワクワク。嵐が来ますね、父上。ああ。敵将、末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですが、ただ一つ。なんだい、高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でも、もう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。頭がいいね。なんか羨ましい。カイ君、毎日勉強しようね。秋の少領主であった毛利元就はその知恵を駆使して勢力を徐々に広げていた。そんな中、中国地方に君臨する大大名大内義隆が重臣末春方の強靭に倒れる。中国地方の覇権をめぐり、元就は大内家の実権を握った春方と対立。知略に優れる三男高影と共に罠を張り巡らせた後、仕上げの一手を打つべく末軍を厳島へと誘い込んだ。世に言う厳島合戦、希代の豪将毛利元就の真骨頂がここに。中国の将、厳島合戦。やっていこう。じゃあ高影でいこうかな。一生は夢の間になれば。隠居っぽいね、お互い。武器はこれでいい。道具はこんなもんかな。ちょっと待って、レベル2あったんかい。まあいいか。じゃあやっていこうかなと思います。全部しよう。少ないなあ。あれ、これしかいねえの。え、マジで。あ、聖軍多いな。いっぱいいるね。じゃ、条件としては春方の撃破が勝利、敗北は誰か負けたら終わりって感じかな。じゃ、戦闘開始。それでは厳島の戦いをお楽しみください。末春方が相手か。策がバレないようにしなくちゃね。わーい、海だー。高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて風船の灯火だ。密かに宮尾城に入って救援した後、高本と連携して敵本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。
4人倒せばいいんだね。了解だ。やろう。この奇襲の鍵は八王城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり八王城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。分かった。悠長にはしてられないよ。高本助けるんだよね。あちらに敵がいます。ああ、こちらの動きを悟られたくないですね。グーン奇想王ぞ。ここでよっと取りました。次行こうか。なんや想像し、なんで奥にがいるんだ。なんでいるの。僕、奥にさん大好きだから反対しちゃダメ。いや、チャージ3がなかなかうまくいかないんだよね。あ、うまくいった。チャージ3が苦手なカイ君であった。打ち取りました。あまり時間がないが、ここは確実に仕留めていこう。うん。この神社にいる敵軍を放置しておけば、後で攻撃される恐れがある。おい、モーディ元内、なんであそこにいるんだ。この戦果、次の一手につなげなければ。ステイさん、戦いましょう。勝負に出され。ここまではうまくいきましたね。ナイス。次行こう。なんて読むんだ、ちょっとわかんないよ。僕の調べによると、ハミっていうらしいよ。策の様だった。彼は捨ておくとしよう。ん、親に楽させてくれる高校息子だ。よし、倒したよ。敵将打ち取りました。こちらの気配をしてくれる。嵐さまさまだよ。これでいいんじゃねえか。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏門からこっそり入ろう。わかりました。いざ兄上のもとに馳せ参陣。父上と高影に続くのだ。おお、きつかは持ったはずじゃないですか。この人も使ってみたいな。いつかなんで奥にがいるんだ。まあいいか。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思います。高本は俺好きなんだよな。武者としてよいしょ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなしだよ。痛い。待って、俺ちゃんと分かってなかったミッション。白井さんの海を撃破せよね。オッケー。ちゃんとミッションは理解しようね。お、モーディ元内先についてたか。モーディはなぜここに。宮尾城です。この戦の要です。兄上、よろしく頼みます。ここで一手。もし城を落とされたら戻ってくれるのか。この兄はお前ほど才は知っていないのか。いいえ、
私こそ兄上に遠く及びません。よろしく頼みました。高本好きなんだよな。なんと見事な。やっほー。毛利の軍勢が宮尾城に入っただと。嵐の中、海を渡ってきたというのか。そうだよ。急ぎ厳島神社の兵を回せよ。おほほい。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は小勢。防衛の兵を総動員して押し潰せ。わかったまずいぞ。ちょっと頼むわ、モリゴトライ。そうだね、やろう。ひるむな。一息に宮尾城を落としてしまえ。お待ちを。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き、再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元成と親友だったな。元就に情けをかけようと。そうはいかない。ここまでは何言ってんだよ。おじいちゃん、おじいちゃんまずいぞ。ここ引かせてもらうわ。まず旗倒さないとな。尋常に勝負いたせ。行こう。奥の手だ。ああ強いね、じいちゃん。あ、おじいちゃんとは毛利の隣のことね。私は本来は頭脳労働専門なんだけどね。攻め落とせ。持てる力を尽くせ。OK、いいぞ。素晴らしき戦果よ。さあ、いよいよ佳境だ。目指すは末遥かだ。それに、どうなる。もとなりめぎ、俺自ら引導を渡してくれ。それこそもとなりの思うつぼ。私が敵を受け止めます。船にてお逃げ。もうストーリーしよう。お前に伺ったことだ。許せ。あ、末春方が逃げようとしている。まずいかも。春方が引き際を誤るね。こちらとしては実に都合がいい。なんだってすげえな、元成。全部読んでる、先を。いざ父へ参ろうか。わかりました。よし、我らも高金殿に続けぞ。毛利高本を討ち、宮尾城を落としてくれん。やるしかないか。ここまではうまくいきましたね。うむ、反対倒してくれ。倒せるかな。嵐を待って集合。おお、強いね。すごい。がかかった大人。この奇襲には一点だけ不安があった。それは君の存在で高かれ。おかげで良い仕事をやられた。さらばだ、お隣。さらばじゃ。元就の友人が死亡した。お前が。お見事な最後でした。父高兼の意志を継ぎ、ここは私が指示する。馬から降りよう。オッケー。船着き場だ。俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうともこの島から出ることはできません。どんな策を。来たー、海賊船か。うっほほーい、かっこいい。
おお、村上中継じゃん。かっこいい。来ました、末遥かと。もう逃げられますが、己周到な。だがまだ負けと決まったわけではない。いや、もう負けじゃねえか。よほどのことじゃないけど。なんと見事な奥の手だ。中本覚悟を。げっ、高本使わないと。誰か救援を。分かった、私が行きます。いや、あんたには死んでほしくないんだよね。お見事にござった。来た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 、いっぱいね。竹吉殿、ご助力に感謝します。約束は守るさ。海の男は義理がてえのよ。親に楽させてくれる高校息子だ。ナイス。ここまではうまくいきましたね。高本ぼーっとしてちゃダメだよ。戦わないと。オッケー、いいよ。怪人が AI 高本に訴えている。矢を筆に持ち替える日も近くなったかな。敵将撃ち取りました。やれやれ、いっぱいね。ゲー、こっち向かってきて。押してまいる。奥の手だ。いや、村上水軍の棟梁か。来てくれて助かったよ。一日だけ加勢しろと言われたから来たのよ。よほど挑戦があるんだろうと思ってね。なるほどね、すげえな。すごいね、たった1日だけでいいって。なんじゃすりゃ。高影は頭がいいね。海君とはお違いだ。さてさて、そろそろ使うかな。おお、強い。中国地方の覇権は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が東京を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。登れないな。も、毛利も隣が徘徊させられていますね。かわいそうに。あれ、4つもやってないし。なんで。お国さんが関係しているかもしれないね。あれ、8300しか。あ、レベル3少ないな。ごめんよ、もうちょっと頑張ってあげられなかったな、俺。お、武器だ。お、武器だ、武器だ。いいね。うむ。末遥かの軍師、広中高兼は古い友人でね。やつなら、私の策なんかお見通しだったろう。末を説得して厳島での決戦を避け、友である私を追い詰めることだってできただろう。逆に末を見捨てて生きることもできた。でもどちらもやらず忠義の家臣として死んだ。歴史上才あるものは孤独だよ。互いに理解できる才の持ち主が同時代にはいないからね。そしてもしいたとしても倒し倒される関係になってしまう。逆もあるのではないでしょうか。倒し倒される関係であっても、その際ゆえにお互いを理解し友となれることもあるかもしれない。際あるがゆえに気づき、理解しているがゆえに信じられるか。君にはそんな存在が現れるといいね。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それでは、スタート。今さら気づきましたが、ゲームプレイ中、左真ん中に、次の手順、が追加されていましたね。そうそう。僕も気づいた。カイ君、今回なぜ追加したか教えてくれるかい？なんて言えばいいかな？僕が何をしているか。
と目見てわかる動画にしようと思って、試験的に導入した感じだよ。なるほど、ナビゲーションみたいな感じなのかな。とりあえず、頑張ったご褒美として、アメちゃんを掘れ。うっほほーい、アメちゃんだー。うまい、うまいのナビゲーション。視聴者さんの反応を見て、本格的に導入するか廃止するか決めた方がいいかと思います。しばらくは試験的にやっていてもいいんじゃないかい？それで必要そうだったら、継続してもいいし、その逆でもいいと思う。好きなようにやってみな。とりあえず、継続してみることにするね。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。